Hello there! 始まりました。マジェスチャンネルです。今回はですね、昨日、まあ、ライブ配信したんですけども、どうもですね、動画、そうですね、編集したんですよ。そしたら、最初の部分が切れちゃったので、なんで、最初の部分のですね、質問ですね、答えたいと思います。そうなんですよ。放送の最初の10分ぐらいは、うまくできなくてですね、機械がわからずですね、どういう風にやったらいいのか、ずっと非公開のまま、ですね、オンエアされてる状態で、それをこうですね、しどろもどろですね、しどろもどろ、シックハックですね、しながら直していって、で、10分後ぐらいにようやくできて、で、全部ですね、1時間20分ぐらいのファイルになったんですけど、それで最初の10分カットしなきゃって思って、最初の10何分カットしたんですよ。で、寝る前に見たら、ですね、それがカットできてなくて、あれ、おかしいなと思って、またですね、10何分カットしたんですよ。そしたら合計20何分がカットされる状態になって、出来上がっていたので動画が。なので最初の部分がなくなっちゃっていたので、なんて困ったことだったんですね。なので、最初の部分の質問に答えていきたいと思います。はい、最初ですね。今一番欲しいもの、そうです。これ一番長く喋ったのになくなっちゃいましたけど、今一番欲しいものはですね、知名度です。その知名度を得るためにですね、この再生時間だったりとか再生数だったりとかですね、登録者数ですね、チャンネル登録者数っていうのをですね、なんとかですね、お願いいたします。まあこれのためにやってますからね。もしこれで YouTube 始めて知名度なければ全く無意味になってしまうので、だからこのまま行くと、そうですね、前にも話したと思うんですけど、多分、この業界内ではすごく有名ですね。まあ自分で言うのもあれですね、良くないですけど、またですね、こうキラキラキラってつくんでしょうけどですね、まあ すごくいろんな人が認めてくれてます。いわゆる有名な先生たちとかも認めてくれてるし、授業を受けた人たちもすごく良かったと言ってくれるんですけど、ただ一般の人には全然知られてないので、やっぱりですね、そこが問題かなと思います。一回授業を受けた人では公開授業でもですね、合宿でこう受けたっていう人がですね、一番前の席で受けてくれたりとかですね、わざわざ遠方から来てくれたりとか、ね、大阪の授業なんかは東京から毎回受けに来てくれる、人がいたりとかするわけです。でもですね、そう知ってる人にとってはすごくいいんですけど、知らない人がやっぱり多すぎるっていうことですね。一回これ受けてくれた人をボンとファンにしたりとかっていうのはすごくできるんですけど、このそもそも全く知らない人が多すぎるので、この0を1にすることが全然できないので、そこを、まあ、いろんなところが助けてくれないので、もうだったら自分でやるしかないっていうことで、自分で始めました。そこなんて皆様の協力をですね、お願いいたします。まあ、もちろんですね、まあ、どのビデオを見ても必ずこうですね、低評価がついてるというので分かると思うように、アンチはものすごく多います。大量にいるわけですよ。なので、この、そのアンチがたくさんいても、ね、高評価の割合がすごく高くなるぐらいにやはり人気を得ないといけないっていうのが、目標だと思います。昔から僕は嫌われているので、なのでですね、その新たな、このグッドボタンを押してくれるようなファンをですね、獲得しなきゃいけないっていうのが目的です。はい。そういうことです。続いて皆様のご協力お願いいたします。その知名度のために、やっております。はい。そうなんですよ。0を1にすることがなかなかできません。一般の人に知れ渡ることはほぼありませんので、なので、ね、そこのご協力をってですね。はい。森田さんの考えでは、トイック900点と EQ1級はどれぐらいの英語力の違い？いや、難しいですね、言うのは。勉強量の違いは、いや、一概には言えないです。どっちが上かも言えないですし、その人によってバラバラです。研究持ってても、ね、大したことないとか、トイック900持ってても大したことないですね。その逆もしかりですね。英検1級は持ってないけど、トイック900で、全然すごいとかっていう人もいると思いますね。もう、テスさんにとって英語とは外国語ですね。はい。なんか同じボケを2回やらなきゃいけないっていうのは辛いです。はい。予備校講師はやはり学歴も大事ですが、2等コマ線レベルではなれませんか？なることは可能ですよ、全然。ですね。学歴言わなきゃいいと思いますよ。その学歴なんかマウントを取られるんだったら。ただまあやっぱり自分自身はそうですね、東大英語を教えるためにやっぱですね、東大の院には入らなきゃと思ってたので、当然まあ高い方がいいに決まってますね。なのでぜひ頑張ってください。トイックを始めて受けてから満点取るぐらいまで、大学の時に最初取ってなく
て、で、留学して戻ってきて何回目かですね。で、撮りました。3、4年ぐらい ?4 年もないか。3年ぐらいかな。はい。ソダイゴや過去問演習、そして正誤問題を受けてファンになったものです。先生が授業の開幕で、はい、ね、はい、はい、ですかと挨拶をするのは癖ですか、そんな、やりましたっけ、動画の Hello there もいいですが、正直あの、はいも、マニアにはたまらないものです。全然記憶ないです。はい、なんて言うんでしたっけ。海外移住のご予定はあります。いずれします。大学院での研究テーマは何ですか、Spatial Temporal Metaphor。時空間メタファーってやつです、はい、次、トイック SW に行ってスピーキングとライティングを別々に満点取ったんですが、その場合でもトイック SW 満点と、プロフィールに書いてもいいでしょうか、またそのように書いている人ご存知でしょうか。いや、書いていいと思いますよ。書いていいって思う。なんかトイック S&W 各200点満点って書いてる人が多いと思いますね。はい、そうやってプロフィールやってる人何人もいますよ。公認会計士を目指している大学1年生。僕は大学生活にこの資格を取るためにかけています。しかし周りの友人から遊べるのは今しかないからやめとけと言われます。武田先生はどう思いますか？頑張って取ればいいと思います。公認会計士取って、すごくいい生活をしている友達を知っているのでですね。まあ海外にも行きましたし、その人ですね。そして今やすごい。で、お話しますので、はい。まあでは、遊べるのは今しかないかどうかはわかんないですしね。いや、せっかくかけてるんだったら勉強してやればいいと思います。英語の勉強に向き不向きってありますか？あります。絶対に。どんな勉強にだって、向き不向きがあるのと同じですし、当然、スポーツに近いんで、スポーツとか楽器に近いんで、英語っていうのはどうやっても向き不向きが出ちゃいます。はい。どうもなんとか、英語はやればなんとかなるって思ってる人いますけど、いや、英語だって、で、そうですね、サッカーや野球と同じですから、向き不向きがあります。はい。真の英語力を身につけると考えた場合、4技能の学習順序はどうすべきですか？リーディングが最初、リスニング、スピーキング。真の英語力っていうのは何だかわからないですけど、順番なんかないと思います。一緒にやるんです。はい、全部まとめてとは言わないですけど、この4つの技能にバッチリ、ですね、分かれて勉強するなんてことはありえないと思うので、喋るためには読まなきゃいけない、喋るためには聞かなきゃいけないとかっていうのがあるのと同じですね。統合ですね。尊敬していらっしゃる先生はどの方ですか？言ったのがそうですね、確かヨゼミの富田先生とか、あとは西教授先生とか、今井先生とか、まあ、安子先生、あとは武藤先生とかですかね。はい、その辺ですかね。まあ他にもいます。ちょっと名前は伏せておきますけどね。他にもいます。多分いずれ登場する人とかですね、尊敬している人です。はい、お楽しみに誰なのか。はい。で、英会話力をどう鍛えましたか、できれば具体的に。やっぱり留学だと思います。で、留学して戻ってきてもなるべく英語で生活するっていうのを続けたのが大きかったですね。だから英語の授業をしている時が一番日本語を喋ってる。普段の生活は英語っていうのを日本国内でも続けました。なんでそれが大きかったかなと思います。はい。一億人の英文法知ってます。はい。この参考書に言うと、まあ別にいいんじゃないですか。著者の大西さんについてもですね。いずれまあね、大西さんも誰か経由で会えたらいいんじゃないかなと思ってます。はい。サッカーで最強の選手は誰ですか？メッシー。この場所いいなと思った校舎はありません。一番可愛いと思う昆虫はいません。昆虫って。とりあえず海外に行くという勉強の仕方についてどう思いますか？とりあえず行ってもできるようにはならないと思いますね。きちんとやらないと。とりあえず行くは勉強じゃないと思います。はい。ただまあ、きちんとゼロからでも、きちんとやればできるようになりますね。自分もそうですからね。韓国語を本当にほぼゼロ状態からやってできるようになりましたからね。質問ではないのですが、数いる英語講師の中で森田先生を一番尊敬しています。ありがとうございます。これからも頑張ってください。ね、今までにやった単語帳はいずれ喋ろうと思います。はい。絶対にマスクを外した方が見ていていい気がするんですが、マスクはずっと続けるのでしょうか？つけ続けるのでしょうか？つけます。はい。キャラですからね。つけ続けると思います。定着するまでですね。これが変じゃないと思われるぐらいまでやる。この地域の英語の訛りは独特だなと思ったところはどこですか？一つ教えてください。いやー、難しいというか、独特なんですよ、全部。
なんていうか、そうです。日本語、英語だって当然、海外の人からすれば独特ですし、もう多分ネイティブの中でってことなんですかね。オーストラリアとかニュージーランドとか。それは自分が勉強してきて、それで聞いたら、あれってなると思います。当然ですね。だから自分の勉強してきたものと違うものっていうのを聞けば、そう思っちゃいますね。当然、スコティッシュだろうとですね、シンガポール、イングリッシュだろうと、そういうふうに思ってしまうと思います。トフル、なんとしても100点を1年に取りたいと。早計レベルの英語が解けるようになった今、今後どのような勉強は、それがわかりません。現在のレベルがトフルがわかんないと、わかりません。ただ、早計レベルでは全然足りないです。で、ここから、そうですね、いろんなトフルの単語、出てくる単語とか覚えていったりしないといけないですね。はい、こんな感じでですね、答えてみました。ぜひですね、続きは、ライブ放送録画したものありますので、そちらを見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.